はい、どうも皆さん、こんにちは。いずこです。それでは今回なんですけども、外れなし、最大1万円相当の PayPay ボーナスがもらえるということで、今回は PayPay についてですね。この動画では Yahoo のサービスの一つ、Yahoo マップを利用して、口コミを投稿するだけで PayPay ボーナスがもらえるキャンペーンについて解説をします。基本的に誰でも参加することができますので、ぜひ参考にしていただければな、と思います。それ いってみましょうそれがこちらなんですけども、Yahoo プアプリ口コミ投稿キャンペーン最大1万円相当、PayPay ボーナスが当たるということでございます。まあ、こちらのキャンペーン自体はね、10月の7日からすでに始まっているんですけども、 キャンペーンの期間は11月24日まで開催中でございます。まあ、このキャンペーン結構ね、ツイッターでもすごい盛り上がってるキャンペーンの一つでございます。で、今回のこのキャンペーン、至ってシンプルなんですけども、キャンペーン期間中にヤフーマップアプリから口コミを投稿していただくと、最大で1万円相当の PayPay ペイペイボーナスが当たるくじ引きに1日1回参加できると、投稿していただく口コミには条件があって、以下のキャンペーン詳細を確認の上ご参加くださいということでございます。 まずキャンペーンの内訳なんですけども、1等が1万円相当、これが500本。2等が100円相当、42,500万 2, 本。そして3等が10円相当、17万5,000本ということでございます。で、この PayPay ペイペイボーナスについては、出勤と譲渡はできないと。ですけども、PayPay ペイペイ公式ストアとか PayPay ペイペイカード公式ストア、 でも使えたり、まあ、普通のペイペイのねお買い物でも使えたりできます。でここにも出てる通り、くじ引き数が先着21万8000回に達した時点で早期終了いたしますということで、確かね僕が見る限り第1弾の時はめちゃくちゃ早く終わったんですけども、第2弾は今のところまだできる状態でございます。で後ほど僕も実践するんですけども、ヤフーマップで推奨してる口コミということで、まあ、どんな風な情報が求められてるのかっていう風なことが書かれております。施設での体験は一人一人異なります。 あなたならではの利用の仕方や体験内容、感想を口コミとして投稿することで、オーナーの方にとっては施設をより良くするための材料に、他のユーザーにとっては施設選びの判断材料になりますと。グッドということで、施設の利用シーン、いつ誰と何をしたが分かる情報であったりとか、素敵な体験も少しがっかりな体験も事実と具体的な体験内容が一緒に口コミとして書かれてる。まあ、こういった内容が求められてると。まあ、NG の口コミということで、こういったものはやめてくださいね、ということで、一例が出ております。例えば、文字稼ぎの投稿。 ということですね同じ文字列を連続させている意味のない文字列スペースの連続あーとかおいしいですみたいなさすがにここまでする人はいないと思うんですけどねあとは別施設への同じ内容での重複投稿他のサービスからの口コミの転載とかまあ、普通にねこういったどこでも書けるような感想みたいなものは書かないでくださいということですねまあ、本当に具体的に書けばオッケーな感じだと思いますでキャンペーンの参加方法なんですけどもめちゃくちゃ簡単ですまずはヤフーマップのアプリをダウンロードしますすで既にですね インンストーール済みの方いらっしゃれば最新バージョンで、のアップデートを行ってくださいでそれを行った上で、Yahoo プのアプリを起動した後に口コミを投稿すると。で、文字は50文字以上を入力していただいて、その後にくじ引きを引けるというような流れでございます。めっちゃ簡単ですよね。で、キャンペーンの詳細ということで、先ほどお伝えした内容を踏まえて、ちょっとプラスアルファなんですけども、ここで,ですね、当日中に複数回の口コミ投稿をいた,だいた場合でも1日に引けるくじ引き回数は、一つの Yahoo パン ID に対して、一回が上限となりますということですので、まあ、基本的には一日一回ですよと、キャンペーンが開催されている間は一日一回までできますんで、まあ、ちょっとしたポイ活みたいな感じで参加ができるので、個人的にはこれは結構おすすめですね。で、もし参加するとき、ここを押さえておいてほしいんですけども、以下の場合は、くじ引き参加資格の対象外です。ご注意くださいということで、例えば、口コミのコメント入力が50文字未満の場合と、まあ、具体的にね、感想とかまあ、そういったものを記載すれば、50文字ぐらいサクッといくと思うんですけども、 文字未満はダメですよとあとは写真のみの投稿もダメ口コミを編集した場合とまあ、こういったものは対象外ですよということですねちなみにこちらにですね口コミ投稿の方法については詳しくはこちらというところがあるのでこれをクリックしたらですねこういった口コミについてのいろんなね詳細が出ておりますんでまあ、ちょっとね気になる方はここも先に押さえておいていいかなと思いますちなみにですねもし当たった時のこの PayPay ボーナスなんですけどもいつ付与されるのかっていうことなんですがまあ、基本的にはすぐ反映はされるんですけどもここに出てるようにシステム上 東京により進展にお時間がかかる場合もありますのであらかじめご了承くださいということですのでちょっとねここは事前に押さえておいてくださいではですね僕もそんなことを言いながら早速実践してきましたので参考にしてくださいまずはですね僕の場合 iPhone ですので App Store から Yahoo マップのアプリをインストールを行いますここをタップしてインストールできたら開くをタップします そしたらですね、マップの位置情報を使用許可しますかと iPhone の場合出てきますんで、まあこれはアップの使用中は許可というふうにタップして、次に位置情報を使って周辺のお店を調べようと、これ出てきたらもう次へと。で、マップがサインを求めてるので、コマは続けるをタップして、そしてとりあえず今ね、場所を博多駅に位置している状態にしております。で、そこからですね、ここの、ここから検索できますというところをタップすると、こんな風に、まあお店の場所とか、何かしらの施設とか、そういった、まあどこでもいいんですけども、検索できる画面が出て きますご自身がその口コミをしたい施設とかまあ、飲食店とか何でもいいんですけども入力をして検索をかけてくださいで僕は今回ですね試しにとある焼肉屋さんをピックアップしましたまあ念のためですねこちら写真とお店の名前をちょっと隠してはいるんですけどもとりあえず何かしらの施設とか飲食店とかまあ何でもいいので検索をかけていただくとちょっとですねその開いた画面を下に下がるとここに口コミを投稿しませんかと出ますのでここの投稿するをタップしてくださいそしたらですねこのように口コミ 口コミを入力する画面が出てきます。しっかりとねここに今ならペイペイボーナスが当たるということで、先ほどお伝えしたね口コミのキャンペーンが開催されてますよというのはバナーが出てきます。で早速ですね口コミ入力をしていきたいと思うんですけども、僕の場合ちょっとねこのお店の写真を撮影していましたのでこの写真を追加をタップしてこのまま写真をですねアップロードして設定をタップしたらこのように写真が口コミの方にアップロードされた状態になるんで決定するをタップしたらここに追加されている状態になります。確か写真に関してはルール上そんなに どううかかかっっていののは確かなかったので、口コミだだけででで、も確か、OK、だったはずですであなたの評価を教えてください。で、かなりここのね、焼肉屋さん美味しかったんで、星5つとして、あとは自分自身の口コミをですね、ここに入力をして、50文字以上をこの中に入力をしてください。ちょっと恥ずかしいので、今回は伏せさせていただきます。で、しっかりとね、条件を満たした状態で、この右上の投稿するをタップすると、今回のキャンペーンのポップアップが出てきます。テイイボーナスがが最大1万円相当が当たるくじ引きにチャレンジと、先ほど お伝えしたよううにここれは1日1日回ですということですすとといねちなみにこの画面を閉じるとくじ引けませんということですので、このポップアップが出たら、このくじ引きに挑戦するをタップしてください。実際にですね、ここをタップしたら、キャンペーンページが出てきますんで、ここのくじを引くというところをタップすると、結果はじゃんということで、なんとですね、10円相当の PayPay ペペボーナス、なんと3等が当たったということでございます。イェイ ちなみにこの10円相当なんですけども、僕の場合はすぐに反映がされました。一応キャンペーンページでは時間がかかる場合もあるかもしれないということで,ですけども、とりあえず僕の場合はすぐ反映されたということですので、ま、ぜひですね、本当ものの2、3分で終わる作業ですので、期間中はぜひね、トライしてみるのも僕的にはありかなと思いますね。で、はですね、今日お伝えしたことをまとめると特典の内容として y a h o o プのアプリの口コミで最大1万円相当のペイペイボーナスが当たりますよと。で、期間はすでに始まっておりまして、とりあえず11月の 二十日水曜日まで開催されておりますですけども注意点としてちょっと飛ばすとここ下の方ですねくじ引き数が先着二十一万八千回に到達した場合に早期終了もありますのでもしかするとこの動画をアップしてて終わってるということも可能性としたらあるのでそこは気をつけてくださいでこの一万円相当の内訳なんですけども一等一万円相当が五百本二当百円相当が四万二千五百本三当十円相当が十七万五千本ということですので、まあ、とりあえずね参加してみてもいいかなと思いますで条件としたらヤフーマップ の口コミに投稿、五十文字以上のコメントを入力してください。口コミの上限は一日一回まででございますので、気をつけてください。ちなみに、ペイペイに関連するんですけども、以前もね、動画で解説をさせていただいたんですが、超ペイペイ祭りが十月の十八日から始まるということと、ペイペイピックアップのキャンペーン10。十パー還元もね、十月十八日から始まりますんで、もし利用されるお店とかがあればね。公式のページとか見ながら、作戦を練ってみてもいいかなと思います。でもしですね、まだペイペイのアプリインストールされてない方、いらっしゃいましたら、今現在ね、僕の招待コード。 使っていただいてインストールされたら500円相当のペイペイボーナスもらうこともできますんで、まだインストールされてない方はこちら使っていただくとめちゃくちゃテンションが上がります。まあそんなこんなで今回はヤフーマップのアプリそしてペイペイボーナスがもらえるキャンペーンについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。結構ねこのキャンペーン始まってから1日のルーティン的な感じで参加されてる方も結構いらっしゃったりするんで、まあ、10月中には終わるんじゃないかなっていう風に思っております。まあちょっとわかんないんですけどね。まあ僕はねまだ今のところ3等の10円相当しか当たってないのでちょっと悔しいとこ これではあるんですけども期間中はね僕もコツコツと口コミをやっていこうかなと思っておりますまあ、ぜひですね今回のこのキャンペーンで何等が当たったかとかコメントいただければそれはそれちょっと面白いのかなと思いますんでまだねトライされてない方はぜひトライしてみてくださいで今回お伝えしたキャンペーンのリンクと PayPay の招待コードも概要欄貼っておきますんでまたね気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思いますということで本日の動画は以上でーすご視聴どうもありがとうございました